僕の名前は相沢純一。頭脳明晰でリーダーシップのある男。あだ名は委員長。その名に恥じぬようクラスをまとめること10年。当然のごとく続くと思っていた学級委員長生活に、この二人から多数決で決めます。突然終止符が打たれようとしていた。恨みっこなしの匿名投票にします。学園のカリスマ半田清の手によって。ああ、何なんだこの不安は。優秀な僕が負けるはずないのに、この僕と競おうなんて、お前はどういうつもりなんだ半田。ちょっとうたた寝した隙に勝手に名前が上がってた。学級委員なんて面倒だから半田にやらせようぜ。あいつ書道やってて部活入ってないから暇だろってことだな。これまでは名前が上がる前にあの手この手で免れてきたのに、こうなってしまうと辞退するのは敗北を意味する。それにしても相沢ってやつ、お前も苦労してんだな。哀れみの目だと。まさかあいつもう自分が勝つと思っているのか。開票します。相沢くん、いや半田くん、相沢くん、半田くん、相沢くん、しゃー相沢くん、しゃあ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 、なんだこの高揚感。味わったことのない緊張感。一票一票が僕の心に突き刺さる。言葉にできないほどの感謝とその重み。何より隣にはカリスマが同じように手に汗を握っているという一体感。これが選ばれるということ。最後の一枚は半田くん。あれ、同点です。うちのクラスは22人ですけど、一人不登校がいるから同点のはずは。彼の代わりに私が参加したので。あ、そうですか。どっちに入れたか気になる。困りましたね。これは辞退するチャンスか。敗北だのなんだの言ってられる場合じゃない。あの、それでは困ります。僕も半田君も真剣に委員長になるためにここにいるんです。男と男の真剣勝負を何だと思ってるんですか。いや、俺は。そうか。じゃあじゃんけんで決めようか。真剣勝負と言ったそばから。聞いてもらえない。じゃんけんでいいと思います。いいよね。お前らまで。運も実力のうちというし。私もいいと思います。何か言え、止めてくれ。まあ市民どもがそう言うなら仕方ない。いいか市民ども、文句なしの一本勝負だ。僕の戦いをしかとその目に焼き付けろ。勝った方が委員長だ。もしかしてこいつ委員長になりたいのか。あの面倒な役をやりたがる人間がいるのなら利害は一致するじゃないか。俺はグーしか出さない。グーだ。何？予告？どういうことだ。裏を書いてくるのか、裏の裏を書くか。何うすら笑ってんだ。裏の裏か。くそー！じゃんけんポン！グー出すって信じてもらえなかった。いくら俺が嫌いだからって信じてくれたの。では委員長は半田くんで。待って待って先生、3回勝負ですよ。文句なしの一本勝負って言ったの君だよね。そんなわけないでしょ。委員長だよ。黒板消し係とは違うでしょ。半田君が良ければお願いします。俺が負けるまで。勝ちたいんですよ。俺は負けたい。君たちどう見ても利害一致してるんだけどな。じゃあもう一度。よし、今度は信じてもらえた。またグー。どこまでも作詞。ここは僕もグーを出してアイコに持ち込むか。いや、人間ってまずはパーを出しちゃうらしいから、チョキを出せば勝てるけど、半田君はグーを出すって言ってるから僕はパーを出せばいいわけで、でも裏を書いて半田君はチョキを出してくると思うからグーを出せばいいけど、グーを出してアイコになったらこの苦しみが続くから、苦しみを断ち切るためには、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 切る。相沢くんは優秀すぎるバカだね。じゃ、学級委員長は半田くんで。ちょっと待って。さすがに5回勝負はなしだよ。そうか、このメガネ委員長になりたいふりをして結局俺に押し付けるつもりだったんだ。わざと負けて俺が文句を言えない状況を作り出した。俺は
最初からメガネの罠にはまっていた。僕に人を信じる心が足りなかったせいで。本当にずっとグーを出すって。さすが半田君、男らしい。これから委員長というポジションに押し込められ、いいように使われて終わるのか。そんなの耐えられない。圧力に屈するみたいで、この手は使いたくなかったが。うん、何かな委員長。辞退します。よく考えたら仕事が忙しいので。え、やだ、それじゃあ。じゃあ。やめてくれ。同情して譲るってんならお断りだぞ。何言ってんだこいつ。同情じゃない。最初からお前がやればいいと思っていた。じゃあなんで最初から辞退しなかったんだよ。お前がかわいそうだと思ったからだよ。同類だと思って。え、とにかく俺はやらない。あとはお前らで決めろ。ちょ、半田君。帰っちゃったよ、半田君。ちょっと無責任だよね。違うよ。今まで僕は委員長という肩書きがあればそれでよかったんだ。みんなのことなんて考えてなかった。今回の戦いで一人一人の大切さと人を信じるということを知った。いや、知らされたんだ。半田君は独りよがりの僕をかわいそうだと思って。本当に大した男だよ。そうだったのか。同情で辞退されたのはちょっと惨めだけどさ。同情じゃないわ。半田君は最初から相沢君に投票してたの。匿名の意味ないね。まさか半田君が僕に。委員長が泣いたぞ。やっぱ半田君はすげえ。半田君が言うなら委員長は相沢で決まりだな。いや、今回の件で全てがはっきりしたよ。やはり委員長にはふさわしい人がなるべきだ。僕は今人生で一番すがすがしい気分だよ。やられた。あの後みんなで話し合って、やっぱり半田君以外ありえないって。俺の犬間になんて悪質なんだ。半田君は書道の仕事があるから雑用は全部僕がやるよ。学問も運動も他のクラスに負けないように頑張ろう。あのさ、一ついいか。何？学級委員長って何する人？二階堂レオ、17歳。自分で言うのもなんだが、俺はかっこいい。学生にしてモデル、どこに行っても女子たちの注目の的、学校一のモテ男。順風満帆の高校生活のはずだった。困るな、昼間から。半田生徒、同じクラスになるまでは。レオ、今月のメンレボにも乗ってたね。そうだっけ、忘れてた。うっそ。スタイリングはキャロライン山内なんでしょ。レオをスカウトした人だっけ。そうそう。まあ俺にもファンがいるし、モデルという輝かしい仕事もある。これ半田君にも似合いそう。あ、なんでそこに半田が出てくる。お前らは俺のファンだろ。それは浮気というやつだぞ。やだ、聞こえちゃう。制服も見たいよね。白黒はっきりさせておかないと。なあ、ぶっちゃけ俺と半田どっちがイケてる？え、何その嫌な感じの笑い。自信家のレオもそんなこと考えるんだね。ライバル視してんの？いやライバルとかそんなんじゃねえし、どんなやつなのか気になっただけだし、俺別に評価とか気にする方じゃねえし。どっちがイケてるか。そうだな、顔はレオの方がかっこいいよ。モデルだしね、ドクモだけど。でも半田君は顔だけじゃないんだよね。なんか持ってるんだよね。また悪口言われてるな。でも俺の方が話しやすいし優しいだろ。男は顔だけじゃないんだよ。寡黙でミステリアス、言い回しはきついけど半田君が言うといいのよね。モデルと違って歴史と伝統のある仕事だから話しやすさとか関係ないしね。高嶺の花ってやつだよね。
それ言うならモデルの俺だって十分高嶺の花じゃない。あんたの高嶺って何センチ？膝くらい。ファンだと思ってた女子が鬼のように辛辣。あいつにあって俺にないモテ要素。かくなる上は自分の目で確かめるしかない。あいつは部活に入っていない。モテる秘策があるとすれば放課後だろう。こっそり女子をナンパするような草の根運動か。まさかチヤホヤされるために女子を買収。暴いてやるぞ、お前の薄汚れた秘密を。ハンダ、変な奴につきまとわれてるな。女子集団接近、いよいよか。消えた。一体どこへ。あ、レオくんだ。ようえっちゃん、かよちゃん、みどりちゃん、どうしたの。サングラスなんかして仕事。いや、まあ。さっきここにハンダくんがいたような気がしたんだけど、見なかった？ハンダ？いや、俺は見てないな。ハンダが行っちゃう。仕事頑張ってね。バイバイ。くそ、ハンダを見失っちまった。何を見つめてるんだ。猫。なぜ猫なんかを。好きなのか嫌いなのか。好きなら撫でてやればいいのに、嫌いなら追い払えよ。猫が居心地悪そうじゃないか。やっと動いた。猫を見つめること30分。この猫に何の秘密が。そうか、あの視線こそがハンダの秘密。あの視線で女を落とす。見えてきたぞ、お前のモテ技術。早く頼まれたもの買って帰ろう。シュシュ、なんだそれ。ここは俺がキャロライン山内にスカウトされたおしゃれストリート。しかもこの時間はやっぱりモデル事務所のスカウトマンが張り込んでる。もしハンダがスカウトされたら、あれよあれよという間にモデルの仲間入り。モテモテ街道まっしぐら。モデル業界でも奴に煮え湯を飲まされる羽目に。それだけは阻止されば。ねえ谷口、あの子いいと思わない。いいっすね、ちょっと声かけて。お疲れ様っす、キャロラインさん。ほら、レオじゃない。どうしたのそんな汚い格好で。今ね、あそこにすごくいい子がいて。誰もいませんよ。シュシュ、シュシュ屋ってのがあるのか。てかシュシュって何。すごく鋭い感じの子なの。いませんよ。ビビッときたわ。誰も。シュシュって機関車みたいなもんか。ほら、そこの制服に。声かけなきゃ。あんたの相手してる暇なんてないの。ごめん、俺モデルなの。ちょっとそこの君、これ着てみない。やめろー。あいつ、レオ、あいつに服を着てるの許さないぞ。誰のおかげでモデルやれてると思うの。なんか知らんが、どえらい奴らに絡まれたぞ。さあ着るのよ。怪しすぎてやべえ。君は私の選んだ服を着てスターダムに駆け上がるだけでいいの。くそ、もうダメだ。モデルであることだけが俺の誇りだったのに、俺は全てを失ってしまうのか。あんたら何を言ってるんですか。今これを必要としているのはこの人でしょ。この服にどんな価値があるか知りませんが、俺には必要ないので、必要とする人に声をかけてください。失礼します。あ、ちょっと君、何なんだこの温かい気持ちは。これがハンダ星がモテる理由。遠くから温かい眼差しで世間を見つめ、人に媚びず世俗に染まらない。心から尊敬します。あんなボロボロの格好、若いのに苦労してるんだな。